地元の近く、俺の実家の近くに、はいはいはい、その有名なの霊媒師さん、霊視ができる人がおるっつって俺行ってきて信じるタイプ、そんな。いや僕はめちゃくちゃ信じます。信じそうやな。全く霊感ないですけど、全く目合わは合わんな俺とほんまに霊だけ信じるよな大丈夫か。でもだから霊媒師がおるからっつって俺行ってきたんや、はい、普通のおばちゃんよ、普通のおばちゃんで上がってくださいっつって霊をこう見てくれるのよ、はい、ついてる霊を、ふねさん霊見えますかって言って、はい、あ見えますっつって、はい、であであでこうでこうでこういう霊が、ね、一回見たことあったんですよっつった。そのヒールの音がして、そのヒールがなんかすごい引っかかっててみたいな、はい、で初夢で金縛りになって、その霊がおったんですよって話したら、ヒール赤色でしょって。え赤色なんですよ、赤色なんですよなんでなんですか、そう、なんか分かるんですかって言って、はい、いや、まだついてますもんって言われ、うわ怖いやろ、俺19の時に見てたんやでえ、俺11年間そいつずっとおってまあ、いろいろ俺ついてたやん、バーッつってこう、取っていってもらって。あ、一人じゃなかったの。一人じゃなかったのよ。うわで、変な質問でさ、くねさん、今後人を仕切りたいですか、操りたいですかみたいな言われて、はい、いや俺はその漫才やりたいし、別にその人をコントロールとかは別にしたくはないからしたくないですっつって、はい、あじゃあちょっとこれは取っときますねっつって、えで、はい、なんですかって言ったら、はい、行司さんついてますと人を仕切ってる行司さんついてると相撲のみたいなことやろうな多分、その行司さんと仕切られてる48人ついてますって言われて、いや勘弁してくれよと。ちょっとした AKB みたいなアイドルグループがついてたと、もうなかなか、それはでも撮りますねっつってこう撮ってくれたっていう話なんですけど、すごいすごいよ。